Crucial Battle Royale 4. いざ出陣か。皆さんまた付け直したら頑張ってくださいね。また付けた時に走ってこれたら来させてもらいます。まさにこれこそこのままでは終わりません。頑張ってください。特にコメントがあります。前のおじいさん頑張ってくださいね。じゃあ皆さん引き続き頑張ってください。ベスト5ご紹介します。5位と4位の方は発表のみとさせていただきます。まずネタカノズ第5位、第5位は、桜系魚塾関西連合の平井康人さんでした。おめでとうございました。発表のみです。ちなみに赤旗 1.04kg。 そして、これは 10g 差で変わったのが第4位、小地で参加の井川隆さん、赤旗 1.05kg 第4位でした。おめでとうございました。さあ、ここまでは発表通りです。ですので今の5位、4位の方は抽選会の方で抽選カード、個人参加ので、ね、選手カードがありますので商品は後ほどお話しします。では第3位、先駆け広志塾宮部睦美さんです。どうぞ前の方にお願いします。さあ、宮部さん赤旗 1.15kg です。はい、おめでとうございます。まずも、あらといていただきます。はい、じゃあ3位のところ、あらといてください。じゃあ先に、プレゼンデータ、はい、じゃあ山本さんに、はい、お願いします。では、商品の方、おめでとうございます。はい、山本さん、3位おめでとうございました。はい、じゃあ誰も見ておいてください。今、ワンショットで写真撮影をしましょう。はい、宮内さん、赤旗 1.15。さあ、それではネタカノ第2位の発表、チーム FB 五和博之さんです。前の方にどうぞ。はい、右後方からゆっかりカサゴ 1.2kg、これも、50g 差ですね。で、2位に立ち上がりました。じゃあどうぞ、右のところにお入りください。いる人の前横に聞いてもらって、はい、さあ、五和さんへも、はい、おめでとうございます。では、まず幸せ前の方に向けて、前の方に向けてください。なんか僕が欲しいなっていう、どう思ってますかね。さあ、そして出坂が第1位、個人で参加の成瀬圭二さんです。おめでとうございます。左後方から大物旗 1.75kg で、立派な大物旗でしたね。じゃあ1位のところ、後ろからのが上がりやすいです。はい、上がってください。はい、
とセット、はい、おめでとうございます。さあ、それではちょっと大小畑の成瀬さん、はい、成瀬さん、いいですか、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ、大小畑、今日ちなみに何匹ぐらいセーブで釣られました？大小畑1匹で、青畑1匹で、あとサバ3匹。そうなんだ、すごいという声がありましたね。あの、サバ結構早めに釣れてたんでしょうか。で、今日の1日の状況、どんな感じでした？大小畑はもう本当に朝の一番最初のポイントで、もうだから7時半ぐらい、半前ぐらいにもうポイントで入れて着地したと。ジグはショートジグの厚さ 130g で、もう着地とかだったね、ジャックしないと。その後これだな、わー、もうクルクルフォーム、ちょっとはい、ちなみにこの大会何回目で参加した？3回目で、おととしも大阪から2年経つので、去年がマグロカッチで出たんです。小田原節に、で、2年で、今年が1年経つ。すごいですね、拍手ですね。はい、先生おめでとうございます。さあ、そしてこの場で、今日乗ってた船はどちらでした？覚えてます？現場の船長に拍手、この方いらっしゃいますか？はい、じゃあ現場の船長は今多分港を清掃してくださっていると思いますので、船長賞は、アングラーさんから船長賞へと船長さんへということでお預かりしておきます。はい、船長ありがとうございました。現場さんでした。はい、ということで、シャッターチャンスです。第3位が宮久睦さん、赤羽 1.15kg、 第2位が五羽博之さん、うっかりカサゴ 1.2kg、 そして優勝が成瀬健二さん、大小畑 1.75kg でした。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあお待ちください。ありがとうございます。ではお待たせしました、青物の部第5位から発表のみ4位までさせていただきます。第5位、青物の部、個人で参加の、川上、しげのりさん、目白 1.9kg でした。おめでとうございました。そして第4位、チーム TBO1、森田寛さん、目白 1.95kg、 これも 50g 差でしたね。さあ、そして第3位、ここから前にお越しください、青物の部第3位、個人で参加の本津さとみさんです。どうぞ前にお願いします。はい、目白 2kg でした。おめでとうございます。さとみさんが合ってました。はい、合ってますね。はい、じゃあ最後のところ、はい、おめでとうございます。では第2位、今度はチームで参加、先駆け魚地区関西連合、寺田信弘さんです。はい、目白 3.6kg、 お見事です。ジャニーのところにお上がりください。はい、後ろからの方が上がりやすいと思います。はい、じゃあ商品の方、はい、おめでとうございます。さあ、そしてメインとなる青物の部第1位の発表、大和幕長会、西山藤夫さんです。どうぞステージにお願いしましょう。目白 4kg でした。ありがとうございます。どうぞ後ろの方からのが上がりやすいと思います。もうバケットハウスのセットが出てくるような感じがしますね。あ、これまた使いますね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、以上ベスト3が揃いました。しかも自分も、はい、おめでとうございます。じゃあ先にインタビューをさせていただきましょう。石山さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、まず今日振り返って一言で言うと、どんな大会での釣りでした？
で、あと僕まだ4回目なんでジギングするとか。え、大会4回目で4回3回目なんでジギング自体は4回目。で、もう船長さんのおかげです。船長は東龍丸さんですよね。東龍丸船長アドバイスどうでした？もう言われた通りに強いました。どんな感じで言われたんですか？ご飯落とす。で、落とした後は落としたと言います。そうなんですか。で、4回、チギング4回目、それまでは他の釣りってこと？ないですよ。え、釣り来たの？2週間とか1ヶ月なんですよ。え、ちょっと待って、釣りを始めたのか。釣り自体を始めたのがまだ1ヶ月くらいで、ここどこに上がってるか分かってますよね。分かってますよ。これだけ160名くらいの方、分かってますよね。ね。間違いじゃないです。間違いじゃないですよね、これはね。拍手。そうなんだ。 だから1位とかさんをお呼びしたときに、え、誰だろうみたいな感じだったんですよ、皆さん。そりゃそうですよね、まだ1回。そうなんだ、ジギングってどうでしたっけ？難しい。1位に何度いってね。でも落としてますから。そうですか。じゃあ今日の海の状況とかジムの状況とか聞くとどんな感じになるんでしょう、今日の海の状況。ありがとうございました。